デイビッド・ウィルカーソンは、アメリカ合衆国インディアナ州出身のキリスト教の、伝道者、牧師。十字架と飛び出しナイフの著者であり、ニューヨーク、タイムズスクエア協会と、厚生施設ティーン・チャレンジセンターの創立者として、知られた。日本の月刊誌ハーザーに、彼の説教が連載されている。ウィルカーソンは説教、エイコールツ・アングウィッシュによって知られている。 その特徴は率直であることだ。その教調点は、キリスト教信仰、神の清さと、よし、人間に対する神の愛、特に主イエスキリストの愛である、状況派で訴える伝道者であった。2011年4月27日、アメリカ合衆国テキサス州で、自動車事故のため死亡、79歳没、田舎の教会にいたが、 ニューヨークに行けという神の導きを聞いたという。そこで、麻薬中毒やギャングの少年少女たちに福音を伝える働きをする。そのミニストリーについて書かれた本が映画化もされた、十字架と飛び出しナイフであるが、そこで麻薬の束縛から解放されるには、精霊のバプテスマを受ける必要があると語っている。その信仰に基づいた、厚生施設は政府によっても認められている。 11テロを受けた説教、私たちは神のメッセージを聞き逃しています。ザ・タワーズ・ハブ・ォールン、バッド・ウィー・ミスド・ザ・メッセージで神がこの災いを通してアメリカと全世界に警告を与えたと語った。ウィルカーソンは米国上院議員と下院議員が神よアメリカを祝福し、導き、守りたまえと歌うのを聞いて泣いた。そこで神が語りかけられたという。 彼らは私をアメリカから追い出し、学校から追い出し、公の場から抹消しようとした同じ人たちなのです。彼らは、打体を擁護しています。それなのに、今、神を助けたまえと歌っているのです。ソドムと、ゴモラ、ローマ、ギリシャ、ロシアを裁かれたように、神が、アメリカが裁かれない保証などないとし、アメリカに対する神のメッセージとして、このように語っている。 アメリカに預言者と見張る人を使わし、警告したにもかかわらず、多くの人が金や銀を拝み、恥ずべき情欲が満ち、多くの地が流され、胎治が殺されている。私のお願いは悔い改めて、悪の道から立ち返ることであり、そうするならば、あなたの土地を癒し、国は破滅を免れるでしょう。ありがとうございます。